どうもショータイムゴルフです。太平洋クラブ市原コースに来ました。今日のメンバーはこちら。いやー素晴らしい、もう眩しいわ本当に眩しい。はいどうもショータイムゴルフです。イエーイ。ちょっと後半クールダウンするわ、うん、さっき本気出してたもんね。だって、うん、昼結構本気出してたからさ、クールダウンするわ後半。カート右、うん、オッケー、カート右。いやーナイスだ。やっぱり常識っていうのは自分で作るもの。そう、感見習ってんだ。かっこいいね。まあ俺はどんどん見習った方がいいよ。俺フェアウェイにあんじゃん。よっしゃ。いや、やっぱフェアウェイにあるとこんなに気分いいもん。全員あそこにいつもラストが池にあるからさ。何番？4番。244番。あ、左捕まる。ああ。林入っちゃったよ。うまい。オッケー。ナイス。はい。ナイスバーディー。ありがとう。ハハハ。ヨーだろ。翔太。ええ、マイメン。ええ、マイメン。ヨー。マイメン。ええ。あげ。ヨー。オッケー。イエッ。すげえよく見えんな。ワープ。ワープ。サングラス取れそうなんだよ。ワープ。いいんじゃない？まあ、80ヤードぐらい。80ヤード。弱っ。どこ行った？え？ショート。カンナムふわりで。カンナムウェッジ。カンナムウェッジで行く。うまくない？うわ、左に跳ねちまった。ああ。ああ、でもママだね。カンナムだわ。ナイスカンナム、ありがとう。これさ、サングラス落ちねえ。ごめん。ナイスパー。なんかどんどんカンナム化してきたんだよ。カンナム化してきた。変な音した。どうやった？なんで届くんだあれ。届いた。届いた。何番？9。はい。早いからさ。いいね。ナイス。サンキュー。ナイスパーパット。ナイスパー。ナイスサンキュー。はい、行こう。はい、行こう行こう。左だね。左が抜け抜けた。バンカーだよ。奥のバンカー。大いに左だね。バンカーじゃないけど。64だ。そう、力を発揮する。ちょ、ラフからもね。うん、ラフからも力を発揮する。力発揮してんの？いや、これいいよ。いいんじゃない？いや、いい。うまい、うまい。サンキュー。うん、逆入れ。はい。やっぱ。左だけじゃん。78ヤード。うん。俺が打てばさ、フォロー吹くからさ、左の池気になんないんだよ。激上げ。
細かいことは気にしないんだ。左に池があるんですよね。だから右のラフに行っては全然セーフ、刻まないっす。はい、行け。それは行けでしょ。いいっす。いいんじゃね。さすがに行け。チャンキム、チャンキムだね。あれ、ドライバー持ちすぎなんじゃね。カンみたいでしょ。俺が言うのもなんだけどさ、ちょっとドライバー持ちすぎない。カンからのアドバイスは、ドライバーちょっと持ちすぎな。なんか俺の1球目あるんじゃね。あれ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 、超えてる。あれボールじゃん。超えてる。やっぱ俺は俺が打つとフォロー吹くんだよな。さすが俺だよな。だからみんなの感じてるアゲンストってのは俺にとってはもうないんだよ、ね、先まで行こう。やっぱこれがショータイム。ショータイム。ああ、いいね。あれはじゃあ何？あれやっぱショーだよ、ね。やっぱ俺、運がいいんだよね。60。やっぱ俺構えるとさ、風変わるよ。うん、今、変わったわ、ガラッと。お、いいね。完璧。うわ。素晴らしい。調子の良さしかない。ああ、調子もうここ4、5年いいからさ。おー、ありがとう。バーディーパット。だんだん PGA 化してきた。9番。9番。ピンはちょっと奥かな。届け。あ、もったいない。アンダーできてたのに。インテンショナルフォロー使うか。ああ、ああダメだ。ちょい吹け。滑った。いやでも届いてないな、多分。届いてない。いいんじゃない？ああ。あ、弱えか。ずっと弱い。弱え。ああ、なんでいる。トリプルボギー。ほんと、スレスレ打たないとね。ビッグパター。ビッグパター。普通のして、マジで。お願い。うまい、ナイス。いいね。飛びすぎじゃないあれ。あのラインだと飛び。もうちょい左だよな。パターって、うん、あのね、バックスイングからのタメが大事なんで、うん、それを一気にリリースすることによってエネルギーを効率よく。うん、なるほどね。ナイスショット。これも普通のショットでもやれって話なんだけどね、うん、まあね、でもそれはそれ、これはこれ、やっぱこのトップからクラブを置き去りにするようなイメージで下ろしていくの、パターって。で、それで最後にリリースするの。あれでもロフト何 3? だからロフトが3度しかないとクラブを置き去りにするような動作がないと種が作れない。すげえいいフェアウェイにあんじゃ ん, なんかフェアウェイキープだよ。久々にフェアウェイって。これ乗るじゃん。ああ、これ全然いけるわ。マッチしてんだよこのコースと、うん、パターが。俺のパターとこのホールっていうのは非常にマッチしてるという。だからもうね、ティーグラウンド立った瞬間に持ちたくなったもん。あ、ほんと。これドライバーじゃねえな。だって230でしょ、もう、うん、いけるわ。だからパー5でティーショットドライバー握っちゃうっていうのはちょっともったいないよね。スリーパットイーグル。結構これちょっとあれだね、しっかりめに打っていかないと届かない。そう、ね、ああ上げてるね。上げてる。230ヤード。まあまあ上げてる。
も距離は全然いってんな。あっちね。悔しいね。いや悔しいね今の。また今度悔いが残った。挑戦しよう。悔いが残る。なんかパターになると俺ちょっと熱くなっちゃうんだよ。惜しかったな。ドローとかも一応引いちゃうの。もちろん。だね。いやロフト3度あれば十分でしょ。インテンショナルショットは。それに俺には風を操る能力がある。そうだ。忘れてた。全然2オンなんて夢じゃなかったんだよ。クソうめんだけど。うまっ。カン君のバーディーパット4パット目だ。4パット目。あー畜生見すぎた。5パットか。5パットパー。5パット。いやー5パット。ある。俺 T 難民じゃないから。あ、なんか長えと思ったらドライバーだったな。パターでもいいんだよ。いやいいね。素晴らしいね。これいいんじゃない。めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。80ぐらい。80でいこう。お、いいよこれ。おーす、直すよ。オッケー、オッケー、オッケー。今日一出た。俺の今日一っていつ出るか知ってる？いつ？船に次の位置だ。工場しかしないのか。370ヤード。これ大丈夫だな。大丈夫だけど右すぎんな。ああ、なんか帰ってきたよ。どこまで行った？バンカー手前ぐらい行ったんじゃん。手前まで行ったよ。いくつだ？100弱。さっきは100弱しか行ってない。おー、すごい変な球。なんかあのボール揺れてる。うん。あー、もう最後の最後まで変なショット出しまったよ。あー、阻まれた。